さん盗み盗まれる恐怖はもうなくなりました <laughs> やっぱね思い入れが強くなるとなんだろうな思い入れが強くなればなるほどまあそういうリスクも出てきますよねうんだから百均のものを買ってねあ今日もあるかな盗まれてないかなで不安に駆かから,られる毎日ってありえます 100円の、100均行って100円のもの買ってきて、あ、今日もある。よかった。よし。明日もあるかな。ちょっと枕に置いとこうとか。多分ねな、あんまないと思うんですよね。だってまた買いに行けばいいじゃないですか、100円の <laughs> そう。だけどね、もうやっぱ手に入んないっていうものは、採用もそうなんですけど、まあね、たまた大金払えば買えますけど、まあ、な、ものがないんでね。うーん。まあ、今の車はものがあるので、全然。そう まあ、なくなったとしても買えるけどね。しかもね、3、4とは違って、普通の、まあ、平均的な価格ですから。うん、だからまあ、あんま心配なくなりましたよね。うん、だからね、なんかね、なんか、思うんですけどあ、今回何、何にしようかな。まあ、ちょっと、一文字は考えておきますけど、なんかね、あのー、 熱ですかかね熱熱にしましまょうかその熱って沸騰するとなくなっちゃうじゃないですかどうですか100度を超えるとうん水なくなっちゃいますよねうんだからまあ適度な温度でいいんじゃないですかね適度な温度で <laughs> なくならない程度にはい、いいってらっしゃい